今日は2019年9月の4日、14時45分です。よろしくお願いします。目覚めたよ。おはよう。セフィおはよう。はい、みんなおはよう。おはようございます。猫まあ出かけた。はい、お疲れ。おはよう、ワードツー。今日もよろしく。よし、
稼ぐぞ。いいね、ありがとね、セフィ。はじめまして、やっと会えた。会いたかったの、はじめまして。チャランチャランブーさん、どうしたの？やっと会えたって。会いたかった。何、どんな思い入れがあったの？あ、おはよう、みんな。よく寝たわ。猫間ちゃんはね、自転車買いに行ったね。ハートありがとね、チャランチャランブーさん。アイテムありがとう。どうもー。はい、メアリーワドツー、おはよう。今日もよろしくね。おはよう。あ、バカありがとう。アイテムありがとね。今日も稼ぐよ。仕事をしよう、仕事を。待ちやるか、久々。いはどっち。しようか、今日は久々やろうか。よし、おい、くもん、おはよう。今髪染めてるんだ。今日はとつまちします。悩み相談、不思議な話、精神世界系の質問とつまちです。これでいきましょう。とつかけたい人はかけてください。
やっほー、くまモンおはよう。ありがとう。メアリー、いつもありがとポニュさんとつまちは匿名でも大丈夫ですか？匿名でも大丈夫ですよ。もちろんもちろん。お名前教えてくださいって言った時、匿名でって言ってくれたらいいよ。匿名でお願いしますって言ったら OK だよ。みんな音聞こえてるよね。大丈夫だよね。匿名で大丈夫だよ。音聞こえてる？大丈夫？はいはい。あ、YouTube で見てたんだ。どういう回が好きだったのかな、ちゃんちゃんブーは。何で関心を持ってここに来てくれたの？どんな回？ありがとうね。YouTube から来てくれたんだ。嬉しいよ。ありがとう。YouTube もね、チャンネル登録よろしくね。バカありがとう。今日はとつまちですよ。LINE ね、登録、LINE の URL 書いてあるんで、そちらから申請してください。で、先にメッセージくださいね。先にメッセージください。で、電話かけてきてね、それで。ありがとう。すごいね。すごいな、それ。2000個ぐらい見たってこと？ありがとう。もともとは YouTube を見る人だったのかな？ありがとう。興味持ったのは特にどういうところに興味持ったのかな。ありがとね、見てくれポて。ニュさんすごいわら。すごいね。クモモンさんはドマニアだわわら。マドマニアだね。ああ、そうなんだ。ありがとね。フォローしといてね。フォローと通知入れといてください。そうするとね、俺の放送始まった時、携帯電話にお知らせ行くからね、今度からは。すごいね。ありがとね、来てくれて。
いや、嬉しいよ。みーすけさん、栗きんとんをプレゼントしました。みーすけ、おはよう。栗きんとん、ありがとう。何が好きか、でもとても気になる感じです。なるほど、ありがとう。なんか引っかかったんだね。ありがとう。ありがとう。
んよっしゃ髪の毛終わりました。お疲れ。染め終わった？綺麗になった？KP ありがとう。ベジータさんがモンブランをプレゼントしました。モンブランありがとう。これはね、俺のオリジナルの服だね。アートワークのチームのメンバーのね、エミリちゃんが服のデザイナーやってて、で、和道、世界に1個しかない和道のための服を作ってくれたの。発売しますよ、この服も。もし欲しい人いたら。これは和道の服だね。和道の服です。俺のための、俺によるエミリさんが作った俺のための服だね。フェアリーさん、忙しい4時に歯医者怖い。歯医者か、もうすぐだね。ありがとう。メアリー花火ありがとう。サンキュー。ありがとう。ありがとう。スキーさんはドサン、いつも服は着ておしゃれですね。そうかな。つけ、身につけたいもん身につけてるだけだよ。おしゃれだと思う。ありがとう。活動費にさせていただきます。Tさん、クリオ缶をプレゼントしました。ありがとう。変えてもらえな。やりたくないことやったらダメだよ。でも歯が痛くなっても知らないよ。どっちを取るかだね。歯を早く治すのを取るか、それとも今日はやりたいことやるか。
何かをやってるときは、その他すべての選択肢を排除してるときだからね。何か一個のことを選ぶってすごい大事なんだよね。布団は誰も出てないよ。わがままでいいと思うよ。ただ、その自由に振る舞うっていうことは責任が伴うけどね。その責任を全うできるのであれば、俺はわがままに生きるべきだと思ってるね。人はみんな自由になるために生まれてきたんだから。はい、従業員さんいらっしゃい。こんにちは。メアリーさん痛くないから今日はやめます。今日やめとく。品質に電話して変更してもらおうかさ。ありがとう。クリオ缶ありがとう。ありがとう。メアリーさん風船を20個プレゼントしました。風船ありがとう。俺は大丈夫だよ。俺は大丈夫。ありがとう、心配してくれて。俺は全然大丈夫だよ。ありがとう、優しいね。ありがとう。いいね、給料日だ。いいね。嬉しいよね、給料日はね。
線香花火買うの。ああ、そうなんだ。へえ。知らんかったな。ありがとう。ぜひ自分に時間かける。三神おはようございます。おはよう。
ーさんその巣に持ってるのはいつくらいに完成予定ですか。フェアリーさん、わかんないな。まあよく質問するんだけど、いつ完成するのかっていうのは一番知りたいの俺なんだよねっていう話をしてて、でほらスティーさん、仕事でやってるわけじゃないから期日っていうのは決められてないわけよ。で俺はなんていうのかな、この作品っていうのを完璧なもので作りたいのね。まあ早くは作りたいけど、早くよりも美しいものを作りたいわけ。完成予定とかじゃなくて、こういいものを作るために毎日毎日こう完成に向かって進んでるって感じかな。だから完成した時が完成する日だよね。その時が来たら完成するんじゃないかな。一切妥協してないから、この作品に関しては。あ、臨時収入入ったんだ。苦渋いい、いいね。運がいいことはいいことだね。失ってはないよ、全然覚えてるよ、気を失ってないよ。大丈夫だよ。
ンチャンブーさんハートを2個プレゼントしました。ありがとう、相手もありがとう。今月は稼ぐぞ、みんな稼がせてね。台湾に行きたいんだよね。台湾に行ってこようと思ってて。ちゃんちゃんブーさん頑張る。ありがとう。ちゃんちゃんブーさんありがとう。なんか台湾に行くための旅費を作りたいんだよね。パスポート代と旅行だいたい10万ぐらいあれば、まあ滞在できるかなっていう。パスポート代と往復の交通費と、あとホテル代と飯代で10万ぐらいか。台湾にねゲートキーパーがいるんだよ、門番がいて、でその人に会いたいっていうのと、まあ俺が一番楽しみにしてるのはそのゲートキーパーに会うことなんだけど、あとまあアイテムをいくつか手に入れるっていうことと、まあ俺の活動に必要なアイテムがあって向こう側に、であとはまあ見聞を広めてこようかなっていう、それが3番目の理由だね。あとまあ台湾日本好きな人多いっていうから、それも確かめてみたいとか、そういう。そういう感じかな。台湾に行かなきゃいけないんだよね。行きたいとかじゃなくて、台湾にはもう行かないといけないと思ってて、そのための渡航費が必要なんだよね今。うん、ちょっとタバコ吸ってくるね。ポニュさん一人旅ですね。いや一人じゃない、とある人と行く。
僕が理想とする世界の、まあ、アイテムですね。そうですね。僕の方位ですね。僕の方位ですね。いや、いっぱい絡んでください。何でも聞いてください。僕が答えられることで皆さんのお役に立てるんだったら何でもシェアしますよ、うん、僕が34年間で体感したものでよかったら何でもお伝えします。何でも聞いて。ありがとう。シャンシャンブーさんありがとう。嬉しいね。ありがとう。感謝です。アホさん、それなら聞きます。あなたはなぜそんなに顔が仏様みたいなの？2019年の3月の半ばぐらいにクンダリーニヨーガっていう技法を用いてアカシックレコード第5層って呼ばれてる世界にアクセスしたんですね。でそれから、まあ、5回ほど向こうの世界に行ってきて、でつい最近クンダリーニ覚醒って言ってチャクラが解放されたんですよ。だからじゃないですかね。まあそれが理由かな。まあ向こうの世界を見てきたって感じかな。それが多分理由だと思いますね。でもなんか僕なんかは全然大したことなくて、まだまだこの世界にはすごい人がたくさんいるんだよね。この BGM はね、俺がねそのヨーガをする時とか座禅を組む時とかのBGM ですね。向こうの世界に行く時の BGM ですね。ソルフェジオ周波数っていう消化体って言うんだけど、なんでここにここにチャクラをなんであるかっていうとね、脳みその奥の方にここ栄転神経っていうのがつながってるんだけど、人間っていうのはお猿さんと人間ってすごく近いって言われてるけど、実は大脳皮質って言って薄皮一枚、この脳の表面が発達したのが人間なのね。でその脳の表面っていうのは何を司る脳みそかっていうと、イマジネーション、抽象的な空間っていうのを人間は把握できるようになったんですよ。で昔のそのセックスをしたりとか、ご飯を食べたりとか狩りをしたり戦ったりっていう昔の本能があるでしょ。昆虫とかネズミとかが持ってるそういう脳みそから栄転神経っていうのがギューって伸びてて、でここにぶつかるんですよ栄転神経っていうのは。で簡単に言うと人間って何ができるようになったのかっていうと、
まあその栄転神経、何を司ってる神経かっていうと、ドーパミンとかセロトニンとか快楽物質を司ってるその神経でもあるので、で何がすごいかっていうと、現実空間の認識だけじゃなくて抽象空間の認識をそのダイレクトに神経を通して動かせるようになってる。で、その原始的な脳みその古いところに、赤ちゃんの時はぐにゃぐにゃで柔らかくて機能してるんだけど、松果体っていう機能があるのね。その松果体っていうのはどんどん大人になっていくと化石化していくの。硬くなっていくの。で、簡単に言うと、チャクラの上昇で、まあ、科学的に言うと、その松果体っていうのが柔らかくなって、セロトニン、エンドルフィン、ドーパミンとか、いろんな快楽物質が無限に出せるようになった。それがまあ座禅だね。これで答えになってるかな、伝わってるかな。まあ別に西洋的なアプローチをしても東洋的なアプローチをしてもただの言葉だから、まあ簡単に言うと幸せな気持ちになったってことだね。まあクンダリーニ覚醒したでもあってるし、松果体が機能するようになったとも言えるし、第6チャクラが開いたとも言えるし、全部同じ言葉を指すね。まあ東洋的に言うと霊界に通じたとかね、あの世に行ったとか。調べたけど出なかった。これは俺が座禅をやる時のテーマソングですよ。脳の神経回路が多分人よりもつながってる状態だね。まあ、世界を正しく認識できるようになったっていう感じかな。ニルバーナだよね。でもまだまだ先の世界があって、今俺がそのアクセスできてるのは第5層って言われてる。まあに、みんなの言葉で言うと霊界っていうのかな。魂の世界みたいなものにアクセスできるようになって、まあアカシックレコードとか真理の扉って言われてる部分だね。その先に今行きたいと思ってるね、俺は。まだその第6層って呼ばれてるその天使とか精霊とかがいる世界っていうのにはまだアクセスできてない。最近はね、第5層から覗けるようにはなったんだけどね、精霊の存在とかを確認できるようになってきて、まだその会話とかができない感じかな。やり取りができてないね。俺が未熟だから。思ったことがその通り今まで必ずなってます。ああ、そりゃそうですよ。だって世界を作ってるのは自分ですから。ただこの世界の断りみたいなものをすごく今研究をしてるんですけど、なぜかまあプログラムの言葉で言うとノット形式に対応してないっていうのが分かって、それがすごい不思議でね。あったかいですよ。ノット形式に対応してないこの世界は。つまり何かしたいなって思ったことは必ず叶うの。何かしたいな、こうしたいなっていう願望っていうのは必ず叶うんだけど、ノット形式、何々したくないっていう願望はなぜか弾き返される。で、俺はそのことについていろいろ考察をしてるんだけど、多分なんだけどプログラムのバグなんじゃないかなっていう。創造主が多分そういうふうには作らなかった、この世界を。ノット形式、要は何々したくないっていうふうに考える人っていうのは、何々したくないことは叶わないようにできてるから、だから不幸になるっていう。仕事行きたくないとか、ご飯食べたくないとか、何々したくないっていう願望を強く持っちゃうと、
不幸になるんだよね、叶わないから。だけれどもすごく面白いのがね、何々したい、ご飯食べたい、彼氏が欲しい、お金持ちになりたい、何々を作りたい、こういうのは叶うんだよね。これがね、なんか世界の面白いところだなっていう。何々したくないは叶わない。それが今自分がたどり着いてるところかな。ピアス変えようかな。KP ありがとう。エネルギーの波動か、わかる？不幸になる。ああ、そう、ノット形式で入力すると不幸になる。では何々したくないよっていう願望は叶わないっていう話。だから不幸になる。したくないことは選べない。したいことしか選べないってことだ。なるほど。いや、幽体離脱なんかとっくにできるわ。そういう遊びの域じゃないよ。
幽体離脱はガキの頃からできたわ。俺が言ってる5層の世界と6層の世界、アホさん理解してないの。とっくにできてるよ、そんなの。釈迦に説法か。アイテムはね、買いだめしておくといいよ。放送に集中するために、今日はこれくらい投げようとか決めて、うん、アホさん、クンダリーニ覚醒で検索しとこな。幽体離脱とかチャクラの移動とかはもうとっくにしてるよ。あと、こめかみじゃないね。まとめて買っておくと安くなるんだよ、アイテムは。あと、パソコンから買うと安くなるね。スマホからだと高いんだけど、パソコンだと安いね。ナイスにってどうすんだ。どうするも何もないよ。別にナイス求めてないよ。他の人に回していいよって言ってるよ。だってこれ一人一個しか選べないんでしょ。選ばなくていいよ全然。他の人にあげて。俺はアイテムもらえればそれでいいな。花火とかアイテムもらえればそれでいいから。うん、そうだよね。ナイスは一人しか選べないんだよね。他のお気に入りの配信者選んでくれていいよ。風船ありがとう。あ、応援して、うん、応援してほしいね。ありがとう。
昨日酒飲んでたよ。ていうか俺毎晩飲んでるよ。アホさんが見てないだけじゃないかな。ここ最近ずっと毎晩飲んでるけど。昨日もベロンベロンになるまで飲んでたけどね。昨日だいぶ酔っ払ったよね。コラボ？ああ。キャスバーとかでってこと。ああ、パフェありがとう。ありがとうね。いっぱい絡んでね、これからね。ブンブン、シャンシャンブーさんね。いっぱい仲良くしよう。なんだろうね。わかんない。忙しい。ああ、そうだったんだ。何でも聞きたいことは聞いて。何でも聞いて。知りたいことは。答えたくないことはちゃんと答えたくないって言うし。聞きたいことを聞かないことの方が嫌だね。何でも聞いて。なるべく誠意を持って答えるよ。
ペコだね。そっかそっか、知ってるのか。いっぱい見たんだもんね。ハートありがとう。ボスキャラみたいになってきたかな。そうかな。そんなことなくない。自分が理想とする格好してるだけだよ。ゆったりしてる服好きなんだよね。リラックスできるから。いや、マントが欲しい、マントが欲しいって昔から言ってなかった、俺。多分ね、俺のリスナーさんだったら、古いリスナーさんだったらもう知ってると思うけど、マントが欲しい、マントが欲しいってずっと言ってたけど、俺が欲しかった服はこういうことなんですよ。簡単に言ったら。アイテムありがとうね。似合うでしょ。朝いいね。朝で作っても良かったかもしれないね。あー、いや、朝いいな。朝で作るのありだったな、このローブをね。あ、お願いしようかな。あ、いいね、朝いいな。朝で作るっていうのいいかな。あー、変わっただろうね。よく言うんだけど、前のワドは死んだんだよっていうことをよく言うかな。みんなが知ってる前のワドは死んだよって、そういう説明をしてるかな。変わったってよく言われるね。よくも悪く、なんかでも変わったのがよくないように捉えてる人もいっぱいいるみたいよ。前のワドが好きだったってよく言われるもんね。だったら大事にしろよと言いたいけど。別人だろうね。そうそう、前があったから今つながってるだけなんだよね。その通りだよね。それが多分分かんないんだろうね。俺は今の自分が大好きだけどね。このままもっともっと高い次元で生きていきたいね。今の方がいい。よかった。まあ俺も今の自分が好きだね。ああ、まあ、いやいや、っていうか、自分の部屋を見渡せばわかるけど、部屋って自分の世界観なんだよ。だから部屋が汚かったりとかする人は心の中が汚くて、で、まあオタクだったら漫画ばっかりになるし、ミリオタだったらミリタリーグッズばっかりになるし、わかるでしょ。なんか脳内の自分が欲しいと思ったコレクションを自分の部屋の中に入れるから、逆に何も持たないって決めてる人はミニマリストになるし、だからその自分のここの空間っていうのは俺の世界なんだよね。音楽も俺の服とかも全部含めて、俺が好きなものしか映ってないから、だからそれがようやく完成してきた感じじゃないかな。いやいや、なんか指摘をしてるわけじゃなくて、実際そうじゃん。そう思わない？自分の部屋は自分の脳内の宇宙だよね。
ハートありがとう。お経の CD さんもありがとう。でも別になんか綺麗にしようとか整えようとかそんなこと考えなくていいと思うよ。かっこつけようとかじゃなくて。観葉植物とかもっと増やしたいなと思ってるね。植物が足りないね、ちょっと。今3個鉢があるんだけど。もうちょっと増やしたい植物を。植物大事だね。植物すごい大事。エンヤの音楽最高じゃん。俺エンヤよりビョークの方が好きだけどね。ビョークの世界観やばい。ただまあエンヤはちょっとなんだろう、綺麗すぎるというか、なんかなんて言えばいいのかな、俺はあんまりエンヤ好きじゃないね。幻想的ですごくいいんだけど、なんかこう、ちょっと俺は苦手かな。あんまり好きじゃないね。もっとその神聖な感じが好きだから、俺は病句の世界観すげえなって思うね。天才だよな。今の自分も今までの経験なしではない。いや、そうだよ。全部つながってるだけだから。すべてがつながってるだけだからさ。ああ、綺麗だね。じゃあ、綺麗好きなんだね。白で統一してるってことは、自信があるんでしょう。白が好きなんだ。なんかそのまあまあ、エンヤの音楽はどうなのかっていうか、その 自分が好きか嫌いかだよ。内面世界、自分が何を愛してるのかだと思うよ。こんにちは。おお、マロンちゃん、また来てくれたんだ、嬉しいよ。いらっしゃい。ああ、写真買いに来てよ。だから統合フェス来てほしかったな。なんで来てくんないのよ。来てよ。しばらく会えないよ。アクタクさん遊ぶ？外で。眠いか。夜行性だからな。この部屋はみんなと遊ぶための部屋だからね。みんなとリラックスして、みんなとこう楽しむための部屋だから。ああ、そっかそっか、彼氏が都合悪かったんだ。それはしょうがないね。ティシャンっていうのがあるんだ。お腹すいたな。いい音楽だよな。仮装しても魂はね、しかるべきところに行きますね。だがありがとう。魂は消失しないですね。なんかその、みんな、なんだろう、西洋的なアプローチが好きな人は、脳が停止したら魂ってなくなるっていうふうに言ってるけど、最近の西洋科学で突き詰めて、最新の科学で、もう答え合わせが終わったことなんだけど、心臓が停止して脳の機能が停止した後でも
意識っていうのが残るの。それがもう確認できたのね。やばいでしょ。それ魂じゃん。昔の人が言ってた。それがどういう理屈でとかまだ解明されてないの。その意識みたいなものがどうなるのかっていうのは解明されてないんだけど、死んだ後に意識は残ってるっていう、痕跡が残ってるっていうのかな、その意識があるっていうのはもう確認できてる。やばいでしょこの話。もうそれはあれだよ、オカルトじゃなくてちゃんと最近論文で発表された内容だよ。だからまあ魂の存在はだんだん確認されていくだろうね今後。まあそれはそうだろう。科学で分かってることなんかね、ほんの一握りだからね。世の中の 1% のことも答え合わせ終わってないわけだから。だから科学万能主義っていうのも俺はどうかと思ってるから。まあ、科学は素晴らしいけど、今日猫ママのおにぎりないね。コーラ買ってきてほしいな。猫ママにダイエットコーラ買ってきてってよ。なんていうのかな、西洋哲学の面白いところっていうのは、矛盾を突き詰めるっていうか、矛盾がないようにしていくっていう、0と1の考え方なのね。あるとないで、東洋っていうのは逆に抽象的空間も内包しつつ、その答え合わせをせずにやってきた、発展させてきたっていうさ。でもだんだんその東洋思想と西洋思想がだんだん同じところにたどり着いてきたっていう か、東洋の苦手なところは具体性なんだよ。具体性が苦手だと。西洋人の得意なところは具体的に、より具体的に具体的にって。だけどその東洋のその抽象的な世界観と西洋の具体性っていうのがだんだん合わさってきてるんだよ。統合されつつある。だからまあ宗教も進化しないといけない段階に来てんじゃないかな。宗教も新しい宗教のタームっていうか、もはや俺はその宗教っていう言葉じゃなくて、死の学問として、その死の哲学なんだよね宗教っていうのは。俺は宗教嫌いなんだけど、死を追求するものの一人として、真理を追求するものの一人としては、やっぱりそこはね、新しいタームに入ってるんじゃないかなっていうふうに考えてるかな。そうそう、システマチックな、そう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 。日本はっていうかね、中国も韓国も日本も東洋って感じかな。東洋全体の仕組み、例えば陰陽道とか道教儒教、日本だと仏教神道とか、曖昧性をすごく含んでるでしょ。その西洋人はそういうのを嫌うんだよね。例えば神道なんか最もそうだけど、八百万の神って神様が無限にいるわけよ。でさらに言ったら貧乏神って言ってさ、貧乏になるためだけの神様がいるんだよ。考えられないわけよ西洋人からすると。なんだそれっていう、貧乏になるのに神様がいるんだっていう。だからそのまあヤーハウェイ、エホバーとかヤーハウェイとか言うんだけど、その絶対神、西洋人が考えてた絶対神、まあアッラーとかもそうだよね、アッラーとかヤーハウェイ、
に対する神っていう言葉と日本人が考える神っていう言葉は違う。例えばその日本って面白くていろんな神様、ヒンドゥー教の神様とかもすごい入ってきてて、例えば七福神ってあれ日本の神様じゃないのよ。仏教の神様と、ヒンドゥー教の神様とかが入り混じってるのね。例えばさ、あの織姫彦星の話あるでしょ。あのなんだ織姫彦星、あの天の川の話、あれってあの仏教の話じゃないんだよ。日本の神話でもないの、あれヒンドゥー教の話なのね。っていう風に日本って神様が無限にいるっていう考え方をしてたから、インディアンみたいなアミニズムって言うんだけど、精霊信仰、神様万物に宿るっていう風に考えてたから、だからいろんな神を取り入れやすかったんだよね。ああ素晴らしい、その通りその通り、神は自分の中にっていうかどこにでもいる。素晴らしい素晴らしい、いやすごいね今ね、神様は自分の中に、その通り、それが言いたかった。ただその内的な世界の神様、自分の中にいる神様、神聖っていうものをどこまで引き出せるかっていうのは自分次第ね。悪魔にもなる、うんうん、しゃもじ、それはつくも神だね。しゃもじにも神が宿ると、それも俺は好きなんだけど、つくも神っていうのは物質、要は第一層の世界ね、物質世界にも神が宿る。20年かな、だから猫も20年生きると神になるとか、そういう発想なの、日本人の発想は。魂、アウラが宿るって。俺はでもねそれはあると思うよ。やっぱ神社とか行くとたまに引き込まれる時があるね。神社の正しい使い方っていうのかな、正しい空間認識っていうのかな、だんだんそれができてきて、本物の神社、素晴らしい神社とダメな神社が分かるようになってきたね。鳥居の意味が分かる。あれはね空間を遮断してるんだよね、鳥居で。あれはすごいね、日本人そのすごいな、古代の日本人ほんと半端じゃないなって思うね。もうでもだいぶ失われてるけどね、そういった。でも俺は日本人大好きだし、日本人としての誇りを俺は持ってるから、そこは引き継いでいきたいね。うん、違う意味でわかる。まあまあわかりやすく、難しいって考えないで。あのねよくこれよく言われるんだけど、難しい難しいって言った瞬間に聞くことを放棄しちゃう。で言葉じゃなくて心でわかればいいから。だんだん意味がつながってくるから、あの排除しない方がいいよ。わからないとか難しいじゃない。ああそれはねすごくねいい質問っていうかね、あの知るっていうことが何なのかっていう、これいい話だぜ。
ちょっと誰か花火頼むよ。すげえ、この世の中の真理だよ。あのね、マジで花火頼むわ。いや、言霊そう。あのね、みんなもそうだし、俺もそうだったんだけど、知るっていうことって、考えることだったり、1たす1は2っていうことだと思ってたじゃん。あの、理解すること、思考のことだと思ってたでしょ。でも、そうじゃないんだよ。この世の中っていうのは。この世の中っていうか、向こうのもう一個向こう側に行くと何が起こるのかっていうと、知るっていうことっていうのは、なんて言えばいいんだろうな。わかるっていうこと。で、わかるっていうことは、脳の中で起こることじゃないのよ。脳の中で起こることじゃなくて、体感をすることなの。で、俺は全てを教えてもらったの、向こうに行って。全部入ってくるわけよ。相対性理論であったりとか、その、理屈は分かんないよ。数式は分かんない。エネルギー方程式も分かんない。超紐理論も、小学生ぐらいの部分しか。ありがとう、桜花火ありがとう。ちょっとね、コメントが遅れてますね。僕の方、ラグが出てます。申し訳ない。匿名さんありがとう。たまに投げないと怒られる。お供え、ありがとうございます。で、その、知るっていうことと、知識を体系化する、ありがとうございます。あ、大好きなやつだ。ハム卵お母さんからもらった。はい。今日カレーなんすよね。やった。カレー大好き。ありがとうございます。で、例えば、簡単なことを言うと、何で例えればいいかな。例えば、知識として、腕が取れたら痛いっていうのはわかるでしょ。腕が交通事故とかで腕を欠損する、腕が取れちゃうっていうのは痛いっていうことはわかるじゃん。だけどそれはわかるっていうことではないんだよ。腕が取れた時に初めて痛みを伴って体感があってわかるわけじゃん。まあセックスもそうだよね。例えばセックスをしたことない童貞の男の子がいくら可愛い AV 女優のビデオを見てオナニーしたところでセックスを知らないわけよ。で、もっと言うのは出産もそうでしょ。女性も子供を産んでみるまで、まあ俺は男性だからそれを一生理解することはできないんだけれども、その例えばね、女性の出産っていうのって男性は痛みが強すぎて死んじゃうの。女性にしか耐えられないように体の設計されてんの。つまり男の人は体験することできないぐらいの痛みなのよ。大規模者ありがとう。いや、家庭のカレー最高だよ。で、これはね、何を意味してるのかっていうと、知るっていうことは体感することなんだよね。で、みんなが言ってる、あ、腕が取れたら痛いに決まってるじゃん。出産は死ぬほど痛いっていうのは当たり前じゃん。セックス気持ちいいよねとか、それって知ったかぶってるんですよ。で、その、俺は今までその仏教とかその死とか生とか輪廻とかそういったものに関心があって人よりも多く知ったつもりでいたの。ただブッダが言ってること、仏教のそのゴーダマシッタールタだよね、元ブッダ、釈尊だよね。釈尊が言ったことっていうのはおそらく合ってるだろうなっていう体感で生きてたんだけど、確信にはなかったわけ。ブッダが言ってること本当かな、多分本当なんだろうな、すごいな。だけど向こうに行ってみると何がわかるのかっていうと、完全に本当だったわけよ。あれだよ、あのブッダ本人が言った言葉よ。あの日本の仏教ダメだからね、はっきり言って。全然嘘つきだから。あのはっきり言うけど、原始仏典、あの本来のゴータマブッダ、釈尊が言った言葉と今の日本で教えられてるブッダとは全く別のものだと考えてほしいね。ブライアン・エル・ワイス医師、博士が論文で発表して42カ国で翻訳されている多くの著書、前世療法、魂の伴侶など、全ての出来事が必然であることを証明していて、改めて目から鱗でした。ああ、まあまあ、そういうことだろうね。まあ、その本読んだことないけど、俺は意味がよくわかるね。全てが繋がっているだけっていう。で、全てが決められたこと。それを受け入れるか受け入れないかっていう。だからその知るっていうことは何なのか、知るっていうことは体験することなんだよ。
俺はそれを今回よく分かったね。で、そのアカシックレコードに触れて、すべてを教えてもらえるんだよね。その、それは、その、言葉を超えてるの、思考を超えてるの。例えば、その、何を意味するかって、腕が取れた時のことを説明してって、腕取れた人に言ったら、無限に話せるわけじゃん。こうでこうで、こういうふうに痛くて、こうで縫うとき、こうでこうで、ものすごく血が出て、こうでこうでって。それでも、言葉をいくら知ったところで本質ではないわけよ。うわー、痛えっていうのが本質なわけじゃん。本人の体感の。それ一瞬の出来事なわけ。だけど、言葉や思考っていうのはずっと無限に繰り返せるのよ。ずっと延長できるの。だから、佐藤さんにね、言われた一言で、俺驚愕だったのが、俺がね、喋り下手になっちゃった理由の一つなんだけど、言語ってバカのツールなんですよって言われたの、佐藤さんに。言語って実はバカのために生まれたツールなの。で、頭がいい人って言語が少なくなるのね。頭のいい人の会話って想像したらわかると思うんだけど、やたら言葉が少ないんだよ。なんでかっていうと、相手の脳みそと相手の受け取る側と発信する側の考え、思考能力が高いから、感じる能力が高いから、言葉が最小限で意思疎通ができるの。で、幼稚園生に話すときに何かを説明するとき考えてごらん。わかんない。カレーライスってどうやって作るの？何が入ってるの？シーフードカレーはエビとかが入ってるんだよって。エビって何？エビっていうのはシーフードって言って、海の生物だよって。他には何入れるの？人参とか入れるんだよ。どうやって作るの？煮込むんだよ。煮込むって何？水の中に火を入れて調味料を入れて、ってどんどん長くなるでしょ。だけど、一番大事なことはシーフードカレー食べて美味しいっていうことが真理じゃん。作れることが真理じゃん。俺が言ってんのそういうことね。言語っていうのは、その、バカに話すときほど長くなる。で、究極系に言うと、さっきテレパシーって言葉を使うリスナーさんがいたけど、言葉はいらなくなる。最終的には。いやー、でもね、その先があるんですよ。ちゃんちゃんブーさんね。もう一回何度も何度も生まれ変えてくるんだよ。そう。だから東日本大震災ですごかったのがさ、山の方、波から上の方、神社の鳥居があるルートにちょうど波がギリギリまで来たんだよね。つまり、なんであそこに鳥居を建てたのか、石碑を建てたのかっていうのは、先人たちがここまで波を来たよっていうのを後世に伝えるためじゃん。だから、こっちから先っていうのは、要は神々のたたりに会うっていう言い方をしてたんだろうけど、要は津波が来るっていうことを分かってたんだよね。それは昔のその例えだけど。いや、だから本当にそうなんだよ。それを感じ取れるかどうかなんじゃない。こっから先危ないってよく霊能力者の人が言うのって言葉になってないじゃん。だからバカは嘘つきだ嘘つきだって言うけど、霊能力者は何を感じてるかっていうと、そこになぜこれが建てられたんだ、あ、なんかこの辺行ったら危ないなっていう、その人間にもあるじゃん。この先行ったらなんか嫌な予感するなっていう、ああいう感覚を究極に研ぎ澄ませてるわけよ。だから、その危ない行ってはダメっていうのが分かるっていう。輪廻っていうかね、俺は永劫回帰に近いと思ってるかな。まあ、もう一個面白い話をするんだったら、宇宙の前の宇宙の痕跡っていうのが残ってたんだよね、実は。おい、マキちゃん、おはよう。前の宇宙の痕跡が残ってた。ついに分かっちゃった。ビッグバンの前に宇宙があったことが分かっちゃった。で、俺はそうだろうなっていうのは分かってたの。宇宙は無限にあって繰り返してね、さらに数が多くある。幕宇宙論とかもそうだけど。だから、俺らが把握してるよりも世界は広大で、俺らはちっぽけだっていうことを認識しないといけないと思ってる。その中で一体何をやっていくのか。その中で何を、本当にやりたいことは何なのか、やるべきことは何なのか。
それは本当はね、20歳までに見つけないといけないんだけどね。本当はそれは親が見つけてあげるというか、導いてあげたり、学校の先生とか、学校ってそういうところだから。でも、いくつになっても変えられるけどね。でも、ほら、残り時間が少なくなってくるから。俺もね、台湾に行きたいんですよ、今。だから、台湾に行くためのお金を作りたいんですよね。10万円でしばらく渡航できるから。台湾に行くためのお金を今作ろうと思ってます。あ、佐藤さんと行くんですよ。行きます、お母さんも。話しておきます、佐藤さんに。あ、OKOKOK、 すごくいい質問だね。OK、 宇宙の外に何があるんだろうっていう話ね。俺がアンサーするよ。宇宙の広さは脳みその広さだよ。その人の頭の広さ、知識の広さの。だから世界、まだ宇宙があるっていうのを分かんなかった時に、地球しか世界がないって考えた。地球の外、空の世界には天界があったんだ、神様が住んでたんだって考えたでしょ。でも太陽の周りを回ってるんだとか、公転自転とかがだんだん分かってきて、今度ね、うわ、すげえ、こんな広かったんだ、ここまで距離があったんだ、じゃあ月に行ってみようとかなって、どんどん広くなっていくわけだ。銀河があって、銀河団があって、銀河群があって、超銀河団があって、その銀河が無限にあって、で、それが広大に膨大し続けてる。これ何を意味するかっていうと、ものすごく簡単で、すいません、人間が知る領域が広くなれば広くなるほど宇宙は広がっていくんですよ。わかる？だから宇宙の外に何があるのかじゃなくて、人間が知れば知るほど宇宙は広がっていくっていうふうに考えた方がいい。これが内的な精神世界の話に通ずるところね。だからまあ、俺はだからその宇宙に関心があるから、ビジュアルの人だから、映画の人だから、写真とかね。簡単だよ。銀河一つがどれぐらい大きいのかっていうと、こういうことだっていうのを把握すればいい。これが銀河で、この銀河が無限にあるんだよ。これが銀河、みんな。これが銀河ね。物理的な話、概念的な話じゃない。ありがとうございます。これが銀河なのね。で、この中で太陽系っていうのがどこにあるのかっていうと、ここにあるの。わかる？これ太陽系、太陽の位置ね、ここ。つまり無限なんだよ。これいいでしょ？栗きんとありがとう。これが無限にあるのが銀河群、銀河団で、もう調べてみるとすごく面白いよ。だから宇宙っていうのはもう訳がわからないぐらい広い。で、さらに言うと無限の時間があって、これが銀河がこうなって、把握してるだけで銀河がこうなっちゃってるわけよ。意味が分かんないでしょ。これ全部銀河だよ。これ星じゃなくて、これ全部銀河。これ星じゃないの。これ全部銀河。やばいでしょ。一人一人も宇宙なの。そう、その通りだね。ただ、その銀河一つにと、まあ宇宙一つにとっても、これだけわけがわからないっていう。で、さらにそのダークマターって言って、暗黒物質って言われてるんだけど、今の人類では観測できない物質がおそらく60%、70%あるんだよね。これピアスだよ。ピアス。オパールだね。なあ。これピアスに埋め込んでる。オパールだね。ブラックオパール埋め込んでる。そうなんだよね。
シュレディンガーの猫と一緒で観測するのが観測者がの目線っていうのがあるのね。その存在とは別に観測、要は見るとか聞くとか見つめるとか測るとかそういうことだよ。で、観測者の影響っていうのがあるから、まあ、それを仏教では縁起って言ったんだけど、面白いね。つまり宇宙とか世界の広さっていうのは人によって違うってことね。うん、俺はよく言ってるのが、シュレディンガーの猫には実は3つの目線があるっていうことを言ってるの。シュレディンガー博士の目線、猫の目線で、もう一つシュレディンガーの猫と、シュレディンガー博士の目線と猫の目線を俯瞰した、俗に言うシュレディンガーの猫と言われてる神の目線がある。で、俺がいつも言ってるのは、シュレディンガーの猫を例えるときにね、3月に体験した体験っていうのは、シュレディンガーの猫の猫の気持ちがよく分かったっていうことを俺はよく言ってる。ピアスうまくいった？見る？ピアスこんな感じだよ。ちょっと待ってね。ピアス大成功だね。こんな感じ。光の角度によって色が変わる。綺麗でしょ。ちんぷんかんぷんか。そんなに難しい話じゃないよ。ああ、止まっちゃってますね。まあ、勝手に止まるんですよね。ねえ。なんだろう。繋がってるから、心が変わったら現実化するから。この世界っていうのは、この世界っていうのは現実、本当の世界で起こってる影みたいなもん。影をいじろうとしても世界は変わらない。俺らが現実だと思ってるのは影なの。本当は精神の世界が本当の世界の、俺が言ってるその精神世界って呼んでるもの、心の問題じゃない。実は本当に具体的に精神世界というものが存在して、その影なの。タバコ吸ってくるわ。
リモコンがない。おう、バカありがとう。アイテムありがとうね。よいしょ、炎上チケットありがとう。この世界の定義が曖昧すぎる。どういうこと？ああ、俺の話、それは途中から聞いたからでしょ。質問してくれたら全然答えるよ。自分が聞いてない話を否定するのは良くないよ。途中から聞いてる人は分かんないでしょ。それはあなたの問題だよ。俺らの問題じゃなくて。質問をした方がいいよ。ああ、こちらこそ。こちらこそ、最高に有意義な時間ですね。皆さん、アイテムください。花火ください。お伏せして。みんな花火ちょうだい。うん。この活動も、あれだからね、みんなのご支援のおかげでできてることだから。全部シェアするから。俺を高みに連れてってくれ。ありがとう。ちゃんちゃんブー。ちゃんちゃんブーさんから花火いただきました。ありがとうございます。見る人にもよるんだろうけど、水族館的な雰囲気空間に見えて悪くない。ブルー、それはね、その向こうに行った時、そのブルー、本当はね紫がかったブルーなんだけど、もっともっとブルーも追い込みたいと思ってるんだけどね。あの色ってすごくて、個人向け空間のクリエイター考えたら、あ、全然だからアートワーク活動でもし、その、空間演出とかやってくれっていう依頼とか来たら全然やるよ。仕事で受けてくつもりだよ。もちろん。ありがとう、モンブラン、ありがとう。みんなもアイテムちょうだいね。少しでいいから。あの、お金ない人も、1円でもいいから投げてね。参加していって、うん。みんなで投げてね。みんなで支えて、俺のこと。みんなに、大切なみんなに支えられたいから。みんな投げて。バーガーとかハートとか風船とかパフェとかでもいいから。なんて言えばいいのかな、その水族館っていうか、地球のやっぱ青ってすごいんだよね。ブルー、青が持ってるパワーっていうか、うん、水も青だし空も青でしょ。あと緑とかも癒されるよね。カーテンをね、あの銀河にしたいんだよね。あのね、もともと人間って、それがね、あの、こう、バーってチャクラが上昇していって、目、視覚が変わるんだよ、まず。で、何が変わるかっていうと、コントラスト、光と影がすごく眩しく感じるのに眩しくないのね。光が差すように鋭くなっていく。で、それなんでなのかなっていうふうに思った時に、いろいろ文献調べたりとか、リスナーさんの DM でアドバイスもらったんだけど、そこに面白いことが書いてあった。もともと人間っていうのは4原色持ってたの。RGB っていうのあるでしょ。三原色。今の人間って三原色なんだけど、消化体がガッて活性して、脳みそがガッて開いた時に何が起こったかっていうの、紫がかったのよ。それも、なんか、紫がかったっていうのも、綺麗に紫が入るようになったの。で、女性はね、目がいいから、女性の中で100人に1人いるって言われてるのが、そう、RGB プラス紫色。RGB ってなんだっけ？赤と黄色と青。赤と黄色と緑だっけ ?RGB って。三原色って。赤と青とグリーンか。赤と青とグリーンを持ってるのかな？え、黄色じゃなかったっけ？まあ、俺はその辺ちょっとわかんないんだけど。それプラス、CMYK っていうの、紫入ると。じゃあ CMYK は、印刷の時の。レッド、グリーン、ブルーだ。レッド、グリーン、ブルーをもともとのミックスで混ぜて見てるんだけど、そこに紫が入った感覚の今の視覚なのよ、俺は。だから、その色彩感覚がちょっと鋭敏になったんだよ。それはもともとだから俺が持ってた能力というか、なんていうのかな。そういう器だったんじゃないの。その、なんていうのかな。人それぞれその、耳に来る人もいれば、絶対音感が身につく人もいれば、
空間把握能力って言って、その空間把握能力はもともと高かったんだけど、例えば一度行った場所とかはもう地図見なくても行けるとかさ、それは思ってたんだけど、色がね覚醒した感じだね俺は。色とあと人の心が伝わるようになったというか、察してくるようになったね。人の心がねこう入ってくるんだよね、目を合わせるとね。それがより鋭敏になった感じだね。だからまあアートをやっていきたいねこれからね。ぶっちゃけワドちゃんたまにこだわり強すぎて一般人にはハテナな時もあると思う。まあそれは多分ネコマとネコマのお母さんが日々体験してるだろうね。ほんとこだわり強いなってよく言われるよ。ハテナな時もあると思うが、本人基準は大事。みんな本人基準なくてブレる。オイラはブレブレ。なんて言うのかな、いやこだわりが強いことはあんまり良くないことだと思うけどね。例えば子供ってこだわりがあんまりないんだよ。だからその純粋に没頭できるというか、だから知識とかを超えていきたいんだよね。捨てていくっていうか、知って知って本を読んだり体験したり話を聞いたり、いろんなものを集めて集めて集めて、それを超えたところに俺は悟りがあると思っていて、一個一個今脱ぎ捨てていってるタームかな。知りたい知りたいと思って調べるタイプなんだけど、それを知ったところでやっぱオナニーにしか過ぎなくて、でその先のやっぱ自分の中の本当の体感っていうのはブレないわけですよ。なんでかっていうと真実だから。例えばそのブッダが悟りを開いたり、キリストが洗礼を受けたっていうのは文献をいくら調べたところでやっぱ自分の中にないわけですよ。だけどその自分がそのチャクラが上昇していったりとか、まあさっき言った視覚が鋭敏になるとか、心が穏やかになるっていう体感っていうのはブレないものなのね。なんでかっていうと本当のことだから。だからそういったものを追求していきたいっていうのがこの精神世界の探求っていう、その今自分が一番持ってるテーマかな。でまさにそのシルバーなんかもうこれなんかすごくわかりやすくて、みんな原型を知ってるわけじゃん。最初どういうものだったか、どれくらい変わったかっていうのはさ、もう形になり始めてるんだよね。だから最近すごくいいねってこれを言ってくれるの、作ってる作品をこう手に取ったらもっとすごく感じると思うんだけど、俺そのものなんだよこの一個一個の彫り物が。すごく世界を、自分の持ってる世界っていうのをすごく表せるようになってきたんだよね。まがまがしいでしょ、綺麗でしょ。だからこの作品っていうのはちょっと俺はこだわり抜いて焦らず完璧なものを作っていくっていうのをもう少しで完成するから、これがねシルバーのアクセサリーに具現化できた時、俺は変わるんじゃないかな、また次のステージに行けるんじゃないかなと思ってるね。綺麗でしょ、綺麗というか、なんか象形文字というか、なんかなんて言えばいいの、ヒエログリフとかその縄文模様とかそういう感じだよね。なんかね、その人間がもともと持ってるパワー、知識や体型じゃなくて中に備わってるパワーみたいなものを引き出せるようになってきたかな。でもねやっぱりね、そのもっともっと追求していかないといけない。スクラッパーのビルドなんだよね。やっぱり勉強もすごく大事だよ。世界の見聞を広めていくことや話すことや知識を共有することすごく大事で、その上でそれを超えるとか中に入れるっていうのかな、咀嚼するっていうか、まあ、言葉だからねあくまでね。なんか伝わる人にしか伝わらないっていうのが悔しいけど、その自分の血肉に変えていきたいねこの全てを。やっぱ明るいの違和感あるな、電気消すわ。ちゃんちゃんブーさんが伝わってるのはね簡単だよ。ちゃんちゃんブーさんが心を開いて聞いてくれてるからだよ。
聞くっていうことって理解しようとして受け取ろうとする姿勢があるか。俺は一生懸命伝えよう伝えようと思って喋ってるけど、それをね受け取ろうっていう人がいないと成立しないんだよね。だからたまにリスナーさんでもさ、聞く身持たない人っていっぱいいるじゃん。受け取る気がない人には何を話しても無駄なんだよね。それはだから伝わってますよって言ってくれるのはちゃんちゃんブーが 逆に言ったら聞きたい、和道を理解したいって思ってくれてる。うん、それは素晴らしいことだよね。うん、そうそうそう、やってみないとわからない、知ってみないとわからないんだ。だから本をいくら読んだところで何も分かってない、何も分かってるよ、何全てを分かってるようで何も分かってないのと一緒なんだよね。ありがとうね、アイテム。いやいやいや、そうでしょう。すごくありがたいよ。あることが難しい、ありがとうだよね。傾聴って言うんだけど、傾けて聞くっていう言葉がある。傾聴、傾聴と承認なんですね、コミュニケーションっていうのは。傾聴っていう漢字書けるかな。聞くっていう行為っていうのは音をさ、音の振動を捉えるっていうことだから、耳に蓋はないわけだから誰もが聞いてるふりはできるわけよ。聞いてる、そうじゃない、心で聞くんだよね。頭で聞く、魂で聞く。要はあなたの心が何を言わんとしてるのか、あなたはどんな人なのかっていうのを音で知りたいっていう、それが傾聴ね。傾けて聞く、そしてその上で承認をするっていう。だからコミュニケーション、人間のコミュニケーションは傾聴と承認がすごく大事なの。それができないっていうのは子供なんだよね、大人に慣れてない。体験したいけど失敗が怖くて行動に移せない人はどうすれば失敗を恐れなくなりますか。失敗が怖いっていうのは自分を守りたいっていうことなのね。人に否定されたくない、人に批判をされたくない。何もしなければ今のままの自分だから叩かれることはないわけですよ。でしょ、うん、つまり失敗とは何なのかっていうと、傷つきたくないんですよ。間違ってるって言われたくない。でもね、人間の欲求って何て言うの、底なしだから本当は知りたい。そうだからさっきもね、まきちゃんね、すごくこの世の断りで一個大事なことがあるから話すねって言って、これは花火を投げる価値があるからみんな花火投げてねって言って話した内容なんだけど、もう一回言うね、みんな聞いたら花火投げてね。この世の中はノット形式では作られてない。つまり何々したくない、ノット何々、太りたくない、これはこの世の中では通用しない。ノット何々、何々したくない、仕事に行きたくない、太りたくない、何々したくないっていう形式で物事を捉えると、なぜかこの世にはバグがあって、もっと何々で願っちゃうと叶わないので、叶わないから不幸になるの。だから簡単、痩せたいって言ったら叶うの。痩せたいは叶うのよ。彼氏が欲しいも叶うの。要はね、ノットってつけなければ叶うんですよ、全てが。うん、だからよく覚えておいて、傷つきたくないは傷つくんですよ。だから傷つきたくないじゃなくて、優しくしたいとか何々したいっていう形式で祈りを捧げると叶う。ノット、ノットはダメだね。うん、いやーかっこいいよね。いや、男子ショーの話なんかダンカンさんにしみじみ聞いたよ。すごかったよ。ダンカンさんテレビで見てた人なのにさ、ダンカンさんってほら男子ショーのお弟子さんだったから、もともとダンカンさんとお話してるとき、いやー男子ショーが言ってたなーって、あれは感慨深かったね。テレビで向こうで絶対に一緒にお酒飲むことがない人だと思ってたの。だけど俺はいつか芸能人の人たちと仕事
と一緒にやってやると思ってて、うん、あそうだね、ありがとうマキさん、あの花火ありがとう。ね、愛されたいっていうよりも、まあ愛されたい、成功したいでもいいけど、他人と過去はコントロールできないのね、簡単に言うと。だから愛されたいっていうのは他人からの承認さ、確実にコントロールできることは、マキちゃんがコントロールできることは愛すっていうことだよね。それはマキちゃんが選択可能なので、愛されたいだと他人の領域に入ってくるから、それは内面世界とは関係のないことだから、うん、だから、うん、愛されたいっていうよりも誰かを愛す、うん、大切な人を愛すとか、まあ、彼氏を愛すとか、まあ、俺でもいいしね、ここにいるみんなでもいいし、うん、それは成功したいとかね、まあ、成功とは何なのかっていう話だけどね、俺は何だろう、お金を稼ぐことが成功じゃないと思っていたよ、その心の安らぎというか、なんていうのかな、幸せを感じることが成功だと思ってるけど。そうそう、ダンカンさんお弟子さんだったからね、花火のチキありがとう、だからよく覚えておいて、これは大切なことだから、生きる上ですごく楽になるから。 not 要は何々したくないとか、否定をする形の言葉は使わない方がいい、願いとか、それは絶対に叶わない。なんでかっていうと、宇宙は俺らとは関係なく動いてるから、わかる？宇宙っていうのは俺らとは関係がなくぐるぐる動いてる、ね、地球の自転を、地球に自転してほしくないってみんな言ったらバカだと思わない？太陽が眩しいから、太陽なんて、太陽のずっと夜だけでいてほしいとか無理でしょ、でしょ？だからそのノット形式、何々したくないとか、何々はダメだみたいな形式ではプログラムは書いたらダメ。その代わりに何々したいっていう願望っていうのは美しいから、必ず叶う、持ち続けたら、それは断言できるね。いいだろう、ボロンジ。いよいよ近づいてきたよ、うん、マント、これ違うよ、オリジナルブランドだよ、オーダーメイドだよ、和道ブランド、フルオーダーメイド。見る？買ったんじゃないんだよ、作ってもらったんだよ。やばいでしょ、買うよりもかっこいいよ。買うなんて行為はダサいでしょ。作ってくれたんだよ、エミリーさんが。服も作ってるよ、これ販売してるよ。ちゃんとアートワークやってるんだよ。水牛のボタンだよ、水牛のボタン。かっこいいでしょ、和道デザインだから。こんな感じ、かっこいいでしょ。アシンメトリーですよ、斜めにカットが入って、できたよ、ついに和道ブランド。これが俺の服、世界で一個。叶うんだよ、夢は叶うんだよ。いいでしょ、俺の服だよ。青人お疲れ。あ、宇宙人、エイリアンだから。アサシンみたい、最高に着心地いいよ。もちろん俺の戦闘服だから、俺の服だもん。
俺が理想とする服なんだから着るでしょ。俺はどんどんやりたいことができていってるよ。仲間がいるから大切な。ビンディも入れたし、似合うだろう。これはピアス入れた、埋め込んだね。ピアスが入ってる。仲間の一人、ありがとう。どんどん仲間増やしてこう。最高のパートナー増やしてこうぜ。綺麗でしょ。キラキラ光る。ブラックオパール。綺麗でしょ。痛くなかったね、思ってたより。ある程度の痛みは。サードアイだね。埋め込んだね、ピアスを。インプラントした。かっこいいじゃん。痛くなかったね、思ってたより。もっともう相当痛いの覚悟してたけど、そんなに痛くなかったな。どうなんだろう。いや俺は別になんか日本っていう国が好きだから、なんか別に周りには強要しないけど、少しかゆいかな。寝てるとき無意識でガリガリかいちゃって危ねえみたいな、取れちゃうみたいな。定着するまで 1,2 ヶ月かかるから、もう少し大切にね、一生ものになるから大切にしないととは思ってるけど、違和感は全くないね。もう体の一部みたいな。ありがとう、ありがとう。いや俺もね、34年間生きてておでこにピアス入れてるやつ一人も出会ってないから、熱いなと思って。いや誰かの真似とかは嫌だから、うんね、出会ったことないから話題になるじゃん。俺の知り合いおでこにピアス入れてるやついるんだよねって。インプラントだね、うん、ピアスなんだけど、ピアスとインプラントの融合みたいな。中にプレート入れてるんですよ。あの皮膚の脂肪層のところにプレート入れて、そこにピアスを固定してんの。だからメスでピッて切って、ニードルで穴開けてメスでピッて切って埋め込んでる。まだ定着してないと思うね。だんだんなりたい自分になってきたよ。ゆっくりだけどね、うん、自分は変えられるからね。みんなのおかげだよ。みんなが支えてくれてるからだよ。俺が自由でいられるのはみんなのおかげだよ。もっと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 自由に振る舞いたいね。もっともっと自由にみんなと過ごしたいね。体験と経験はその人の器だと思う。知らないことは知るすべもな、すべてもなく、知ることもできず知ろうとも思えないし気づきもしない。いやそうですよ。結局だから選ばれてるか選ばれてないかっていう表現をしてるのはそこなんですよ。必要なものしか手に入らないし、必要なものしか知れない。でおそらくここにいる144人っていうのは、まあ冷やかしも含めてなんだけど、バカにしてる人も含めてなんだけど、関心がある。死や生きることや死ぬことや、あの世やこの世界の断りがどうなってるのか、スピリチュアルの世界に興味がある人が集まってる。話半分に聞いてる人も含めて、関心がなかったらここに来ない。俺は自分のその欲求っていうのは正直に話せる人だから言うけど、俺は死ぬことや生きることに関心がある。それを解き明かしたい。自分が納得する答えが知りたい。それを子供の頃からずっと追求してる。そしてもし知ることができたなら、何かみんなの力になりたい。自分と同じように生きることに苦しんでたりとか、死ぬことに不安を覚えてる人を救いたい。救いたいっていうか手を貸してあげたい。それが
俺の望みだね。まずは自分が知ること、自分が納得すること、この世界の不条理や矛盾というかね、不合理というか、そういう部分を受け入れて自分が納得できて、で死ぬのが怖い、生きるのが辛いっていう人たちの手助けをしたい。今は怖くないですね、僕は。今は怖くないですね。そうだね、その通り。知らないから怖いんだよね。だから俺は知ったんだよね。俺もともとスピリチュアルだよ、うん、死ぬのが怖いっていう人に大丈夫だよって、死ぬっていうのはこういうことだから恐れないでって言いたい。それともう一つ、生きるのが辛いって、うん、辛くないよって、楽しもうねって、うん、どうせ死ぬんだからって、その二つはイコールだから、その二つはつながってるしイコールなんだよ。だから俺はそういう人、そういう繊細な人を助けていきたいんだ、確信を持ってね、うん、生まれる前に何もなかった。俺もそう思ってたね、ヒデ坊さん、全く同じことを思ってた。でもどうやら違ったね、うん、死んだ後何もなくなるわけじゃない。あ、ずっとやってるよ、ずっとやってる瞑想は。占いはやらない。占いは俺は占い師はないから、未来の予言とかに興味がない。俺はあのはっきり言う、宗教も占いもやらないです。なんでかっていうと、俺は予言者ではないから。例えばここにいるみんなの未来、お金持ちになります、恋人ができます、死ぬかもしれない、そんなことに何の関心もない。俺は今しか興味がない。今みんなと幸せに生きることにしか興味がない。今苦しんで目の前にいる人を助けるとか、助けてもらうとか、今苦しんだよ助けてくれよとか、助けたいとか、楽しむとか、お酒を一緒に飲むとか、そういうことにしか興味がない。だから占いは絶対やらないですね、断言しますね。死んだらどうなるんだろう、あー死んだらどうなるのかちょっと話しますか。ですね、まず最初に痛みとか不安とか恐怖が来るので、断言できるけれども、痛みとか恐怖とかその辛さみたいなのもあるうちっていうのは、心の作用としては生きたいっていう本能の、だから痛みがあるうちはまだ大丈夫。その生きるっていうことをベクトルに置くならね、生きるってベクトルで物事を考えるなら、痛みや不安や恐怖があるんだ、生きたいと思ってください。でそれを超えて本当に死のお迎えが来た時にね、まあそれは事故で強制的に、病気で強制的に、もしくは寿命でお迎え、自死、いろんな方法があるんだけれども、まず最初にものすごいことが起きますね。そう、痛みが安らいでいくと同時に、自分の人生の記憶、まず時間がなくなります。時間と空間がなくなりますね。で自分の中の脳みそで忘れてて全部覚えてないと思うことあるでしょ、すごく些細なこと。リアルに臨場感、その世界に入ります。簡単に言うと無限ループで自分の人生を何度も何度も繰り返すんですよ。何度も何度もずっと繰り返していく自分の人生を。だから仏教とかでは六道輪廻って言うんだけど、悪い生き方をすると自分に跳ね返ってくるよって。それは死ぬ時にニルバーナに達する時だよね。死ぬ時に全部返ってくるの。俺はびっくりしたんだよ、向こう側に行った瞬間に全部追体験するの。全部、あの時こうすればよかったとか、あこれ楽しかったなとか、全部覚えてるどころのレベルじゃない、もうその世界にいるぐらいの臨場感っていうか、その世界で見て、会いたい人に会える、見たい人に見れる。でも逆に言ったら、人を騙したり人を傷つけたりとか、そのなんていうのかな、人に悪くしたりとか、好きな人に好きって言わなかった後悔とか、全部跳ね返ってくるの、無限に、何度も何度も。でその無限を経ていくうちに、そう、要は自分の人生を何回も英語を回帰するわけよ、ぐる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 。でその中で自分を許せるターム、走馬灯、その通り、その通り。だからそこまで行くと、三途の川とかから帰ってくるとそういうことなんだけど、その次に何が来るかっていうと、今度どこにでも行ける世界が来るの。全てがつながっていて分かる世界が来るの。そこが俗に言う天国とか霊界って言われてるところ、その三途の川って言ったりとか、神の国って言ったりとか。でそこに行くと、自分が生まれた意味や、会いたい人や、俺はそこでロハコさんとか荒野にあったんだけど、
スティーブ・ジョブズとかにもあったし、アインシュタインにもあったし、その全部つながっていて、どこにでも行けるの、宇宙空間どころかもう全てで、その先に行くと今度広大な宇宙の根源みたいなものに触れるんだけど、その先で俺は止まってる。でその先が第6層の世界ね。死んだらどうなるのかっていうのは そこまで分かってる。でこっから先は俺の体験じゃないよ、今のは俺の体験なんだけど、6層の世界に入ると今度精霊界に入るのね。簡単に言うと生きてるものじゃない、言葉にするの難しいな、魂そのもの、精霊そのものに会えるっていう世界が第6層にあって、でその先にさらに言うと神の世界があるのね。で神の世界っていうのは全てが一つの世界の、もはや青じいも俺だし、名前さんも俺だし、お経の CD も全部が全てがそこだ。それは生きてる人死んでる人関係なく全ての根源に戻るの。でそこで面白いことがあるんだけど、あなたが生まれたい、もう一度生まれたいと思ったら生まれ落ちるんですよ。これは俺の体験じゃないよ、これはなんていうのかな、俺が勉強していってる中でいろんな宗教の統合をして、おそらくそうだろうっていう、それで間違いないだろうっていう、これはまだ体験してないから、そこ覚えといて。神に触れる、神と一体化する、自分が神になる、そこで要はエヴァンゲリオンの LCL みたいなものね、全てが一つになる。そこからあなたがもし生まれたいと思ったらポターンって魂が一つ生まれるんだよ。そしてオンギャーだよ、これが本当の輪廻ね。でもまだそこまで行ってないね。俺はさっきも言ったけど5層の世界、その、自分の人生の追体験をして何億年と生きてみたいな、それがね面白い。みこさん、なりたいものになれる、つまりこれは何を意味してるのかっていうと、ゴキブリに生まれたってことはゴキブリに生まれたいと思ったってことね。これは何を意味してるかっていうと、すごくもういいよ、あの話バカにしたい人はバカにしていいよ、いずれ知ることになるから、後悔するのはみんなだから。でもね、一つアドバイスね、一つプレゼントね、みんなに。ということはだよ、みんなは記憶を持ってないけど、みんなは生まれたいと思って生まれてきたんだよみんなはもう一度生まれたいと思ってこの世界に来たの、それを忘れないで。寂しかったんだよ、俺も含めて。もちろんもし望むのであればいつでも会いに行くよ。俺の体験がないから、もちろん輪廻を信じるというか、本来の意味の輪廻ね、本来の意味の輪廻ね。ドラえもんね、それについてはね、よく考えた、記憶がなければ何の意味もないでしょうっていうことも、俺はもともと輪廻も神もいないと思ってたから、そういうことについてはよく考えたよ。でも今話したことっていうのは、なんていうのかな、俺の体験と今俺が追いかけてることだから、そういう風にできてるんだよしょうがねえじゃんっていう感じかな。だから俺も神様もいないし運命もないと思ってた、自分で切り開くもんだと思ってた。そういうことじゃないんだよ。だからさっき言ったじゃん、マキシみんな見て、さっきの話つながってるからおおってなるから。マキシムさん、生まれたくないのにってノット形式で言ってるぞ。はい、こんばんは。ね、ノット形式はさっきの話つながったでしょ。マキちゃんいる、さっきの話つながったでしょ。何々したくないは不幸になるよって、この世界の断り、ね、マキシムさんのコメント読んでも、生まれたくて生まれたのになんでうまくいかないんだ、ノット形式で考えるダメなんだよ。地球外に生まれることも全然あるよ、全然ある。いいね、ありがとうね。アイテムありがとう。皆さんアイテムお願いします。
ちょっとタバコ吸ってくるね。皆さんアイテムお願いします。
言ったのに、もう何か言ったら分かんの。そんなこんなっていいじゃん。だって洗うもんじゃない。
てさて。いや、全部つながってますよ。本質的な世界に行ったら全部つながってますよ。みんなアイテムありがとう。褒め消しとかめちゃめちゃ恥ずかしいぞ。ハンニャめえ、なんだよめえ、俺には花火くんないのに猫間には花火あげんのかよ。うえーじゃねえよ。和道リスナーだろ。頼むよ、なんで俺にはアイテムくんねえんだよ。俺のことも可愛がってくれよ。ありがとう、ありがとうね。サンキュー。あー、コーラ取ってくるの忘れた。ありがとうめ、あげたし。カレーのアク？カレーのアクは食べよう。いや、あの、全然ダメじゃない。西洋の人たちは、ありがとう。おい、こまめさんはどつ。ありがとう、みんな。楽しい家庭でしょ。和道さんモテモテなの。ええ、こまめさんもいいよ。俺のこと好きな分だけ花火投げてよ。うん、俺はモテるよ。なんでかわかる？誰にでも優しいから。だからね、付き合う人からはね、怒られる。付き合ったり、思いの強い人からはね、怒られる。開かず？開かず俺がタイプなの？そんなの聞いたことないよね、猫もね。めちゃめちゃディスってたじゃん。めちゃめちゃディスってたくせによく言うわだよね。本当だよ。言うんだけど、それどこ情報？ソース出して。いや、だから本人が言ってたって放送で。何なんだよって話だよね。不器用すぎるだろうっていうね。持ってていいよ、全部。ちょっと、とりあえずないから、はい、うん、リスナーさんから送られてきた戦利品がいっぱいある。食料いっぱいあるからな。はいよ、はい、みんなつながってるんだよね。和道以外にアイテムなんで、そういう意味じゃねえんだけどな。まあまあ、でもみんなが幸せならそれでいいよな。酒飲んでたから本心かわからん。酒飲んでたらどうなんだろうね。赤ずちゃんも不器用な子だからな。俺はね、女の子全般大好きだから大丈夫だぞ。聞いてるか、ババアども。最近引っ込んでるババア見てるか、この野郎。最近ね、猫間と付き合ってからね、若い女の子がね、キャピキャピする放送になったからね、ババアどもが潜ってるんだよ。大丈夫だぞ、ババアども。お前らも愛してるからな、ちゃんと愛してくれよ。ババア手あげろ、この野郎。ババアどこ行ったんだ、俺の可愛い可愛いババアたち。ガシャンガシャンガシャン、戦争だな。
ババア全滅したかんな。ババアいらっしゃい。マキさんもね、若い組だったのにね、裏若き乙女組だったのにね、7年も放送やってるともうババア組だからね。諸行無常だよ。悲しいね、年を取るって悲しいね。ダメだよ、めいちゃんもそのうちあと5、6年経ったらババアに組み込まれるんだからね、今のうちに結婚しなさい。出会った頃20代だったのにね。29ぐらいか、28とか29ぐらいだったよな。すぐババアになるぞおめえ。お父さんババアって、彼氏彼女できたら落ちるのはどの業界も同じ。人気商売はそうなんじゃない、やっぱり。うん、便所太郎さんもやっぱ花火飛ばなくなったって言ってたし、リナ猫も飛んでないしね。そんなことはないんだよ、永遠なんてないんだよ。だから今を大切に生きないと。素敵な人見つけて愛し合って素敵な人生送りな。めいの幸せ願ってるよ、まきちゃんの幸せも願ってるし、ババアの幸せも願ってるよ。みんな幸せになればいい、うん、みんな幸せになればいい、それぞれ。幸せ見ると花火上がらないんじゃなくて、変わってほしくないんだよ。さっきのマキちゃんの変わるのが怖いって話したの覚えてる？マキちゃん、それと一緒、変わってほしくない。好きな人にはなんか大切なものが壊れちゃうんじゃないかと思う。だから俺が急激に変わったから、だから好きだったものが変わると、あっちの方が良かったのにって思っちゃうんだよ。そうです、だからそれはしょうがない。あ、一人がいいと思うんだ。一人が好きなのかもしれないね。でも誰かと生きるのも悪くないよ、うん、だからここにいるんでしょ。一人は寂しいよ、まあ、寂しくなったらここにおいで。俺はずっとここでやってるから。そうだね、後悔のないように。じゃあここにいればいい、楽しい、うん、じゃあここにいればいいよ、全力で楽しもう。ババアいる、あ、ごめんごめん、ミスケハートありがとう。よいしょ。アイテムって現代的というか究極系だよね。本当はね、お金を払うってサービス、まずは物から入ったの。物と物の物々交換から入って、で対等な関係を築いて、今度サービスに発展していったの。物にあふれるようになると、食べ物とかいろんなものとかで、今度サービスっていうのを介するようになって、サービスに対してお金払うと。で今度インターネットができて、場所とかもサービスとかも全てなくなって、この人好きだからお金あげるに変わったんだよ。でもね、これって実はすごく根源的なことで、自分の子供とかさ、孫がいる人っている？自分の子供とか孫とかいる人だったらわかると思うけど、お金お小遣いあげるでしょ、可愛い子には。あげない？孫がいる人分かると思うんだけど、可愛くて孫が来たらもう何でも食べさせたいし、何でも買ってあげたくなるでしょ。つまりね、あれなんだよ、配信にもその現象が起きてて、もう要は好きな人に直接お金渡すって行為なんだよ。
これってすごいなと思うよ。もうそのお金の本質が変わり始めてるっていうか、うん、お金がお金として機能しなくなってきてて、なんか俺が理想とする世界に一歩近づいてるんだよね。最終的にはお金がなくなればいいと思ってるんだけど、お金がお金としての価値がねなくなってきてるんだよ。日本なかったけどね、そう、無償の愛なんだよね。だから見返りを求めない無償の愛なんだよ。すごいよね。いや本当にすごいと思うよ、このインターネットで投げ銭っていう文化。いやお前のこと好きだからお金あげるわって、うん、なんかその優しい世界だよね。すごい、すごく優しい世界。優しいのがいい、優しいのが好き。大丈夫だよ、あの幸せ見ると花火上がらなくなるんじゃなくて、俺と猫間と猫間のお母さんと3人の生活が好きって言って応援してくれてる人が今いるから、あ、こっちもいいなって。ワド一人で放送やってたのも好きだったけど、こっちも好きだなって思ってくれる人がだんだんできてきてるから。ピッさん久しぶり。見返りを求めるとこじれるね。見返りを求めたら大体苦しむから、うん、いつも言ってるけど、もらったアイテム返せっていう人に言うんだけど、じゃあ返せってなんだっていうね。俺はあくまで言ってるけど、みんなに全部喋りとか思想とか映像コンテンツとして全てをさらけ出して、それに対するね、あの対価を欲しいのよ。それでもし面白かったらアイテム投げてって、協力してって、より良いコンテンツを作るために、うん、より深いそう人間関係の交流であったり、精神世界であったり、作品作りであったり、そういうことを頑張るから、それを応援してって。それしか恩返しができないのに、お金をお金で返すことは無理じゃん。例えばコンビニエンスストアに行ってさ、やっぱり食べちゃったけど気に入らないからお金返してって、それただの泥棒でしょそれは無理だよっていうね、うん、それはごめんだよ。だ借りてるわけじゃないっていうね、うん、そうそう、恋愛でもそう、人間関係全てそうなんだよね。見返り求めたら終わりなんだよね、うん、そうなんだよ。この人に何かしてあげたいなっていう美しい気持ちを持ってるかどうかだよね。だから俺はみんなに対してその全部さらけ出すっていうのが俺の表現ね、うん、みんなに対してみんなが大事だから、みんな平等に扱う、うん、困ってる人がいたらあの力になりたいとか、みんなの幸せいつも願ってるよ。あと本当に老いることに対する恐怖はなくて、まあそれはね多分女性的なんだと思うな。これはね、あの理想にどんどん近づいてるっていう話よく言うけど、あのおじいさんで仙人みたいなおじいさんになりたいっていうのが俺の夢なので、若い子を導くの。山にこもってるっつうかさ、なんか廃墟みたいなところにこもってるじじいでいるじゃん。若いやつがガラガラって訪ねてきて、なんじゃ帰れ和道さん、噂を訪ねてきました、なんじゃわしは壺を作るんじゃ帰れまあ壺じゃなくてシルバーなんだけどわしは忙しいんじゃ、シルバーを作りたいんじゃ、帰れ真理が知りたいんです、先生、先生じゃない、帰れで、カーカーカーガラガラ、なんじゃまだおったのか先生、どうしても先生にお尋ねしたいことが、帰れと申しておるじゃろうが、もう夜も更けた、更けてしもうた、とりあえず中に入れありがとうございます先生そういうおじいさんになりたいの、うん、このシルバーをそなたに託そうっつって
持って行くがよいっつってありがとうございます先生っつって、うん、そういうの、そういうバカみたいなコントみたいなことがやりたいから、俺はそこに向けて着々と仙人になってるでしょ。ちゃんとあのビルドしてますよ、うん、なんじゃまた若いもんが来たのかっつって、うん、いやそういうね漫画みたいなおじいさんになって後世にこう伝えていきたいよね、うん、いやいいんだよ、好きな人が笑顔になってるのが一番いいんだよ、わかるよ、自分の好きな人が笑顔になるって最高だよね、うん、そう、ご飯かすみを食ってる違うよ、ケンタッキーフライドチキン照り焼きマックバーガーとか食べてるとりあえずポテト L を買ってこいっつって、里に降りて買ってこいっつって、買うてこいっつって、わかりました先生っつって、コーラは L ですか M ですか、もうわしは年だから S じゃポテトは L じゃ、コーラは S じゃ、照り焼きマックバーガーセットか買うてこいっつって山降りる若者がマックの袋ここに下げてこうか、先生待ってくださいっつって、ガラガラ先生間に合わなかったっつって、わしはもうダメじゃっつって、マックが食べたかったのっつって、先生待ってくださいっつって、買ってきました照り焼きマックバーガーっつって、もう遅いっつって、先生これを持って行けっつって、そなたに託すっつって、先生年寄りだけどね、胃腸は強いから、うん、胃腸は強いね俺は、うんうん、どうなんだろうね、うん、どうなんだろうね、うん、楽しくね、楽しく、まあでも今なんかいいリスナーが集まってきてていいね、なんかね最高だよね、この空気感でね、新しい仲間がどんどん増えていったらいいよね、うん、ちゃんちゃんブーさんとかね YouTube から来てくれたんだよ、うん、だからまあ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 仏教でいうところのね、マキちゃん、あ、生老病死って言うんだけど、仏教ってもともとの始まりってあのブッダが4つの苦しみを感じたところから始まるの。生きる苦しみ、生まれる苦しみとか生きる苦しみ、これは2つ解釈があるんだけど、生まれるそのものの苦しみか生きることの苦しみ、要は生、生きる、老、老いる、要は年を取っていくとかそういうことね、美しくなくなっていくっていう、で病、病気だよね、自分が望んでもいないのに病気になってしまう、あとは死、その生老病死、宿泊するの宿、四つの苦っていうのを宿泊の宿内、そう、この苦しみをどうやったら、要は生きることと病気になることと、老いることと死ぬことの苦しみから解放されたいっていうのがブッダの哲学の始まりなんですよ。でもまあ簡単に言うと全部今ないよ、生きることにその恐れもないし、死ぬことに恐れもないし、老いることや病になることもね、恐れはないです。でもそれを持ってるっていうのが普通だよ。俺も死ぬのが怖かったよ。今は別に死んでも怖くないもん、うん、それはだから心を開いてくれてるからだよ、マキちゃんが耳を傾けてるからだよ。老いることは怖いことじゃないよ、うん、美しい人はいくつになっても美しい。そしてもう一つこの世の中の真理ね、美しいものと正しいものが勝つんだよ、うん、この世界では美しいもの、そして正しいもの、
この2つは必ず勝つから。だからね、女性だったらね、美しさに磨きをかけてください。そして正しく生きてください。わしは照り焼きマックバーガーを食べるんじゃ。ケンタッキーフライドチキンオリジナルチキンを8ピース持ってこい。わしはチキンが食いたいんじゃ。煩悩の塊だよ。霞なんて食わねえよ。ありがとう。あ、もしよかったらね、あのちゃんちゃんブーさんね、キンキンで会いたいかったら、イベントがあるんで、告知入れます。ね、9月、2019年9月の8日、日曜日、イベントに出るんでね、もしよかったら、あの本当に来てほしいですね。チケットがね、5800円で、ワンで遊べます。1日イベントがあって、まあ、あのどういうねメンバーが出るのか今見せますね。こんなメンバーが、メンバーが、いや、カレーは焦げるよ、猫まあ、そこから回すの。カレーは焦げるから、そこから回すんだよ。ヘラとか、あのヘラとかでお玉とかでそこをなぞるの。カレーは焦げるよ。柴田とか来ますね。2019年の9月の8日、新宿ロフトで出演します。佐藤珠緒とか AKB とかみそのとか柴田とか、もしよかったら来てください。配信者はね、石川紀之さんとか野田蔵理とか、便所太郎さんとか出ます。ここで写真のね、展示販売を行いますんでね、もしよかったら写真買ってください。柴田はね、なんかセクシーアイドルと戦うみたいですよ。ちょっと全然よくわかんないけど、はい、いろいろ出ますからね。音楽とねトークの融合イベントで、俺がねおすすめのアーティストはイープルギスの夜さんだね。この人の歌最高。イープルギスの夜さんすごいファンですね、僕。またゆっくり聞きたいですね。で、僕物販席でお酒飲んでるんで、で、T シャツ付き、これあの出演者全員のあの名前が入ってる T シャツなんですけど、僕の名前ももちろん入ってます。この T シャツ付きのチケットは8500円ですね。もしよかったらチケットまだあるんで、僕の方に LINE でお問い合わせください。ぜひぜひ会いに来てください。これがね、今近々リスナーさんと交流できる機会かな。その次は多分来年になっちゃうから、まあ来年まで待てないっていう人はぜひ会いに来てください。猫マも来るからね、スタッフで、あの一日中ね遊べますよ。九州か、それはちょっとな。それはちょっとだな。九州からわざわざ来るっていうのも大変だよな。来たい人もし、あの本当にもう日付あれなんで、ぜひ予約してくださいね。チケット僕が持ってるんで、あの僕から買ってもらえると僕のギャラになるんで、ぜひ支援になるんで、よろしくお願いします。じゃあそろそろ僕はね放送終わりにしたいと思います。一旦休憩取るんで、また後で放送開くんで、ぜひ遊びに来てください。それじゃあ皆さん、お疲れ様です。